YSCC 横浜背番号25番西山俊太です。 YSCC に所属して何年目になりますか？今年で12年目のシーズンになります。12年間過ごしてみて YS の変化などはどうでしたか？まずやっぱ練習時間が19時だったのが9時とか10時になりましたし、中学校のグラウンドを使っていたのでうちのグラウンドだったんですけど、シャワーも浴びれず翌日仕事もみんなあったりして9時に終わってパーって帰ってたんですけど、今はこういう素晴らしい環境で思いっきりサッカーができるっていうところはすごくこう周りに感謝しなければいけないことですし、もっともっと自分たちが結果を出すことでいろんな環境がもっと変わって自分たちでそういうものを手繰り寄せられるっていうところはサッカーのいいところというか夢があるところだと思うので、そういうところはこう選手としてしっかり頑張らなければなっていうふうに思ってます。ウタシートとはどういった取り組みですか？障害を持っていたり、様々な特性を持つお子さんとその親御さんを招待するシートになってます。なぜシュンタシートを始めようと思ったんですか？もともと JFL の1年目の時にプールの監視員のバイトをしていまして、でその時に障害を持つ子どもとプールレッスンをこうしたのがきっかけで、そこからこう、言葉とか通じなかったんですけど、こう自分のアクションとか、表情を見てくれて次にやることを向こうが汲み取ってくれた時になんかすごい不思議な感覚になって、幸いチームメイトにも特別支援学校で仕事しているチームメイトがいたので話をいろいろ聞いていたらなんかすごくやりがいがありそうだったので、JFL の2年目の時に日中は教員をしながら午後はナイター7時から練習っていう生活になりました。シュンタシートを始めたのはいつ頃からですか？一昨年の5月に、クラウドファンディングを立ち上げさせていただいて、今もですけど月に1回のペースでホームゲームに、5組今は15名を最大こう定員とさせていただいて招待しています。実際にシュンタシートをやってみて のシュンタさんの感想やお客様の反応はどうでしたか？そうですね、もともとこのシートは間近でサッカーを見ていただいた時にじゃあ俺も私もサッカーやりたいなとか、体を動かすきっかけになりたいなとか背中を押せるようなシートになればいいなってところから始めたんですけど、やっぱりこう僕が教員をやっていた時に子どもたちにも今こうサッカー選手になって恩返ししたいなっていうふうに思いましたし、特にこう親御さんにすごくこう教員時代いろいろ明るく接していただいてすごく元気に僕も生活できたので、その恩返しをしたいっていうところで親御さんも一応招待してるんですけど、こんな間近でサッカー見られてすごく楽しかっただとか、親御さんもこう週末に YSCC のゲームがあるってところで一緒にこうお出かけするきっかけが増えてよかったとか、シートをこう利用しない日でも招待している方がスタジアムに来て観戦してくれてるっていうところはすごく嬉しかったですし、シンプルにこう YSCC っていうクラブがお客さんに たくさん日発に来ていただくってことを考えた時に地道じゃないですけど、活動することで来てもらえるんだなっていうふうにはこう実感しましたし、僕は今農業とかいろいろやってますけど違った切り口からスタジアムに足を運んでもらえるきっかけって何でもいいと思うので、汗水垂らしてしっかり発信してやっていくことが非常に大事かなというふうに思います。じゃあ俊太さんのこれからの目標をお願いします。今シーズン一度もまだピッチに立ててないですし、ベンチにも入ってないんで、そこはこう自分の力不足をすごく痛感してますし、早くこうピッチに出てチームの勝利に貢献できるように頑張っていきます。で、将来は YS の監督とかGM になってっていうのは冗談で、自分の就労支援施設を作りたいなってところはすごく夢として持っていて、今やっている農業で雇用を作ったりとか、こういうサッカーをやっていることで運動とかそういったものを取り入れた体力つけてもらってお仕事できるこう体作りとかそういったものの施設にを作りたいというかチャレンジしたいなっていうものが夢としてあるので、自分たちで作った野菜とかでカフェとかレストランで作るっていう流れも作りたいなっていうのも夢としてあるんで、しっかり YSCC というところでお世話になっているんで、そういった
ったところも何かこう還元しながら、そういった活動もしていけたらなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります、はい、チャンネル登録と高評価お願いします。 Thank you.